皆さんこんにちは、タケノミグルメのおっくんです。ということで今回の動画はですね、普段結構こってりめなメニューばっかり作ってる僕なんですけれども、今回はですね夏にぴったりなさっぱり系なレシピっていうのをご紹介させていただきたいと思います。ということで今回作るのがですね、サバ缶トマトそうめん。いやこれがね本当に美味しいんですよ。いや僕ハマりすぎてね、個人的に今期10回ぐらいもうすでに作ってるっていうね、めちゃくちゃドハマりしてるメニューなんですけれども、作り方も超簡単で、なんとねお湯を沸かす時間を除けば5分間、たった5分間あれば作れるっていうね、超お手軽で激うまなメニューとなっております。それではね、どれだけ簡単にできるのかっていうところにも注目して見ていただけたらと思います。それでは早速調理開始。それではやっていきましょう。まずはそうめんを和えるタレを作っていきます。まあこの調理時間を5分っていう時間に収めるのであれば、タレを作るのと麺を茹でるのを同時にやった方がいいとは思うんですけれども、今回はねちょっと分かりやすくということで、まずはタレを作ってからそこから麺を茹でて仕上げていきたいと思います。そしたらこちらのボウルの中にカットトマト缶を1缶入れていきます。まあトマト缶といつね、これはパックのものなんですけども、このパックの方がね後で捨てるのも楽なんで、結構最近はパックのもの買っちゃいます。開けるのもね簡単で、こんな感じで左右の耳を立ててあげて、ここからですね、あとはペリペリっとしてやるだけで、こんな感じで口が開きます。もしスーパーとかでねパックのやつ見かけた際はぜひ使ってみてください。でこちらを全部ボウルに入れて、まあ、そうするとね当然のごとく中にトマトが残るので、水をですね大体どれぐらいだろう、 60cc ぐらいかな、入れて軽くすすいであげて、水ごとトマトの中に入れちゃいます。そしてこの中にもう一つの主役であるサバの水煮缶、こちらも一缶入れていきます。この中のサバの煮汁もね旨味なんで全部丸ごと入れていきます。そしてさらにめんつゆを 60cc から 70cc ぐらい入れて、すいません、ちょっと分量についてはね普段結構適当に作ってるんで、味の濃い薄いによって変えてみてください。まあ大体これぐらいで大丈夫かなとは思うんですけどね。そしてこちらのめんつゆが3倍濃縮なんですけれども、先ほどねトマト缶のパックの内側のトマトを流す時に水をね入れておりますので、ここで水は足さなくて大丈夫です。なのであとはこちらをこのサバをちょっとほぐしつつ混ぜてあげれば OK です。あまりねサバが大きすぎると食べづらいんで、軽く一口サイズぐらいにほぐしておきます。であとはめんつゆとかが全体的になじむように軽く混ぜてあげて、ちょっと味見しますね、もうちょっとめんつゆ入れた方がいいかな、まあ、こんな感じで味はお好み合わせて調節してみてください。うん、バッチリ、めちゃくちゃうまいです。これでタレの準備は OK。 あとねこのタレは結構冷たい方が美味しいと思うんで、トマト缶とかサバ缶とかね事前に冷蔵庫で冷やしておくとなお美味しくいただけると思います。これで大体大盛り2人前ぐらいの分量ができます。そしてここで薬味を切っていきましょう。まあなくても全然美味しくいただけるんですけれども、大葉なんかがあるとねよりさっぱりと食べれますので、今回は大葉を刻んでいきます。そしてあとはお湯を沸かして、そして茹でるそうめんはこちら声優で買いました皆様のお墨付きの九州島原手延べそうめんでございます。まあ、正直ねイボの糸の方が麺が細くて美味しかったりするんですけれども、こちらもねイボの糸よりはだいぶ安いんですけれども、非常に美味しいそうめんでございます。麺は2碗の 100g 茹でていきます。このニンニクを入れるの忘れたんで、ちょっとここで入れさせていただきたいと思います。いやなんか足りないと思ったんですよね。まあ後でこれを混ぜれば OK です。
さあ、ということで、完成でーす。いやー、どうでしょう、サバ缶トマトそうめん、超簡単に作ることができました。これ、トマトの旨味とサバの旨味が絶品なんですよ。暑くて食欲がない時にもさっぱりと作れて、作るのが面倒な時にもパパッと作れる超最強メニューでございます。さあ、ということで、めちゃめちゃうまそうに仕上がりました。早速食べていきましょう。さあ、ということで、完成いたしましたので、早速食べていきましょう。いただきます。いや、これがね、ほんと見ていただいて分かった通り、作るのめちゃくちゃ簡単で、しかも超美味しいんですよ。いや、これはね、ほんと間違いないですからね。そしてね、今回作る過程において、ちょっとニンニク入れ忘れちゃって後入れになっちゃったんですけど、あのね、ニンニクは絶対入れた方が美味しいんで、ぜひ入れて作ってください。ということで、こんな感じに美味しそうにソースが絡んでおります。これはもう間違いないんですよ。いつ食べても何度食べても本当に美味しい。あ、大葉も合うね。いや、このトマトとサバの味がめちゃくちゃ合うんですよ。このトマトの爽やかな酸味とこのサバの旨味、そしてサバもね、ちょっと癖があるじゃないですか。この癖がね、またトマトとの相性がめちゃくちゃいいんですよ。このレシピね、シーチキンとかでも試したことあるんですけども、シーチキンだとね、ちょっとあっさりしすぎちゃうというか、このサバの持つね、ちょっとした癖がね、このトマトとの相性がすごい良くてね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。まあ、このサバの癖が苦手って方はね、ぜひシーチキンでも試していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。うまっ。いや、これね、本当に美味しいですし、作るのも簡単でして、暑い夏の日とかにね、つるっといけるんでね、めちゃくちゃおすすめなんですよ。まあ、このね、作るの簡単っていうのがいいですよね。夏の暑い日とか結構料理とかするのだるいじゃないですか。特にね、コンロとか使うのは暑くてちょっとだるかったりするんで、まあ、その点ね、この料理はコンロは使うんですけども、このそうめん茹でる時だけなんでね、そこまでね、暑くもないですしね、光熱費的にもね、すごい抑えられていいんじゃないかなというふうに思います。さあ、ということで、今回も美味しく作れましたということで、ここいらでお飲み物の方もいただいていきたいと思います。ということで、今日のお飲み物でございます。サバ缶トマトそうめんときましたら、これで決まり。じゃん、レモン風味の炭酸水でございます。さあ、それでは飲んでいきましょうかね。乾杯。いや、今回はね、ちょっとアルコールじゃなくてすいません。今ね、ちょっとお昼ご飯でいただいてるものでございまして、この後もね、動画編集とかしなきゃいけないんで、今回、レモンの炭酸水でいかせていただきました。まあ、ただアルコールでないにしろ、なぜレモン風味の炭酸水なのかと言いますと、このレモン風味の炭酸水を飲むとですね、ドライな味わいのレモンサワーを飲んでるかのような錯覚に陥ることができるから、だからね、こういう仕事の途中とかにはね、よくこういうレモン風味の炭酸水を飲むんですけれども、やっぱりね、これ飲むとね、レモンサワーを飲んでる気持ちになれますよね。たまんねえ。酒飲んでる感じがしてね、めちゃくちゃいいんですよ。皆さんもね、ぜひ仕事の合間のリフレッシュのようなこのレモン風味の炭酸水、ぜひ飲んでみてください。これめちゃくちゃおすすめですよ。しかもね、普通のレモンサワーよりも炭酸が飛んでなくてね、より刺激的というね、さらにうまいポイントがこのレモン風味の炭酸水にあるんですよ。うまかった。さあ、ということで、完食でーす。いやー、めちゃくちゃうまかった。いや、これね、サバ缶とトマトがすごいあって、本当に美味しいんですよ。そしてね、今回上に乗せたのは大葉だけだったんですけども、他にもね、薬味を乗せても美味しいと思いますし、あとね、オリーブオイルを一回し、そこにバジルをパラパラって振りかけてあげて、イタリアの方に振ってあげるとね、すごく美味しく仕上がりますので、皆さんもね、ぜひこの夏、サバ缶トマトそうめん、レパートリーに入れて楽しんでみてはいかがでしょうか。さあ、ということで、こちらのチャンネルはですね、今回はノンアルコールでいただいたんですけれども、普段はね、ビールを飲みながら、ビールにはおつまみだったり、自作ラーメンだったり、どんどん作っていくチャンネルでございますので、ぜひチャンネル登録お願いします。というわけで、もう竹縄ですが、そろそろ締めさせていただきたいと思います。それでは最後は一丁締めで締めていきましょう。それでは皆さん、お手を拝借よー、ありがとうございました。